動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人が今すぐに望んでいる変化はというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方が今すぐにでも起こってほしいと望んでいるその変化が何なのか、そしてその変化を起こすために何か今行動を起こしていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングということで、カードを3種類ご用意させていただきました。一応ですね、左から選択肢としては A、B、C とさせていただいておりまして、まあ、カードの絵柄であったり、上のですね、招き猫の座布団の色であったり、何か気になったものをお選びいただければと思います。はい。まあ、カードの絵柄といたしましては、今回ですね、左からスライビング、こちらは繁栄というねカードになっています。真ん中はアドベンチャー、まあこれ冒険ですね。そして右側はアクション、まあこれは行動というカードになっています。何か気になったものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのトライビング、まあ繁栄のカード、もしくはね、赤の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人が今すぐに望んでいる変化はということでね、あなたが気になっているお相手の方が、まあ今ね、こう望んでいらっしゃる変化は何なのか、そして実際にその変化に向けて何か行動を起こしていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではね、こちらのカードが出ました。今回としてはですね、今回出たカードとしては、こちらがお相手の方の状況を表すカード、そしてこちらがですね、お相手の方が今望んでいらっしゃる変化というものを表しています。そしてこちらですね、下の4枚のカードでは、お相手の方がその変化に向けて何か行動を起こしていらっしゃるのかっていうのを表すカードになっております。ちょっとね、出たカードを見させていただいているんですけれども、はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出たね結果を見させていただいたところで言うと、まあ、お相手の方がね、今こう望んでいらっしゃる変化っていうのが何なのかっていうと、人間関係の修復であったり、なんでしょうね、あとは和解であったりね、わだかまりの解消っていうものをですね、まあ変化としてね、望んでいらっしゃるのかなというふうに思います。すなわちそれを望んでいるっていうことは、今ね、誰かと、まあちょっとなんでしょうね、人間関係にちょっとひびが入ってしまったりね、大切な人との関係がまあこう崩れてしまったというかね、離れてしまったりですね、まあそういった状況になっているからこそ、その変化、またこう元通りになるっていうことを望んでいらっしゃるのかなと思います。で、まあ、実際にそれに向けての行動については、まあ、後ほどね、見ていこうと思うので、まずはですね、お相手の方の状況を表すカードから見ていきます。はい、今回出たカードはこちらの3枚です。まず1つ目、ソードの4。これ今回逆位置でね、出ております。反対側ですね。で、次、こちら、戦車のカードですね。で、こちらは女教皇、まあ女教皇とも言ったりしますけどね、この3枚が出ておりますけれども、そうですね、じゃあまずはこちらのカードから見ていきましょう。ソードの4というカードのね、逆位置になりますけれども、このカードはですね、まあ本来その小休止、まあ何かこうストップしなければいけないというようなね、状態を表すカードになっています。まあ無理して行動を起こすよりかは、今は休んだ方がいい、まあ休息ね、休憩を取った方がいいということで、
まあ、正位置ではねこんな形でこう休憩を取ってるわけですね。本当は動きたいけれども今は動く方がむしろね状況を悪くしてしまうから一旦ストップをした方がいいっていうことを表すカードなんですが、今回出たのはね逆位置ですね。だからそのストップしている状態からもう一度こう動き出したいというねことを表すカードになっています。なのでもしかするとあなたとお相手との関係というのはこうなんでしょうね、ちょっとしばらくの間関係が停滞している時期っていうのがあるのかなというふうに思います。もしくはその疎遠になっていてねなかなか2人の状況がわからない、という時期がちょっと続いていたのかなと。でもお相手の方はじゃあそのままこの関係性がね動かない状況がこの先も続いていって、まあ何でしょうね、続いていけばいいというふうに思っていたり、まあ、あとはそのままね自然消滅的な形でもあなたとの関係はなかったことになればいいっていうふうに思っていらっしゃるわけではなくて、そろそろ動き出したいなと、関係を前に進めていきたいなというふうに思っていらっしゃるわけですね。まあその最初にこう離れた時はもうねちょっとあなたとは距離を取りたいということでこう勢いよくね離れられたのかもしれないですが、実際に離れている時期をまあある一定期間ね過ごされたことでちょっとそろそろねやっぱり関係を元に戻したいなという思いがね出てきているんじゃないかなと思います。で次ねこちらのカードを見ていくんですが、これ戦車というカードになります。まあ現代の戦車とはねだいぶ見た目が違いますけれどもね、何かこうねまあ馬車とも言い難いですけれども、なんかこう獣にね引っ張られて、進んでいる乗り物がありますけれども、すごい勢いよくね、前に進んでいる様子が描かれている通り、まあそういった形でね、まあ、物事を、まあ、スピード感あふれる展開でねこうどん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 こう前に進めていきたい、発展させていきたいっていうことを表すカードになっています。まあ、これもですね先ほどねそろそろ動き出したいっていうのが あったと思うんですけれども、あなたとの関係をねこうまた再スタートを切っていきたいというふうにね思っていらっしゃるというカードになります。ただその一方でね、まあ、次のカードと合わせて見ていくんですが、何かこう衝動的なね行動をしてもそれは良くないんじゃないかと、ね、あなたとの関係をまた前に進めていきたいとは思っているけれども、なんかこう無計画にね例えばあなたに会いに行くとか連絡を取ってみるとかね、なんかこう突発的な行動をしてもそれはあまり効果がないんじゃないかっていうことで、せっかくあなたとの関係をもう一度やり直すためのまあアプローチであったりねアクションを起こすのであれば、しっかりとなんでしょう、まあ、いわば効果的なね行動というか、アプローチをしていかなくてはなと、なんかこう行き当たりばったりでね行動してもそれは意味がないんじゃないかということで、最後のねこちらのカード、女教皇というカードなんですが、このカードは冷静で客観的というね、カードになっています。すなわちこちらはまあその感情の赴くままに、まあ、いわば本能的に行動したいっていう気持ちを表すカードの一方で、それをしても今の状況がねこう抜け出せるっていうわけではないので、しっかりと冷静になりながら二人の関係がもう一度元に戻っていく、修復していくためには何が必要なのか、どういう行動をするのがいいのか、どんなタイミングであなたに、まあ、例えば歩み寄っていくのがいいのかっていうのを冷静になりながら考えていらっしゃるっていうのが、この女教皇のカードが表してくれているメッセージとなっています。なので、まあ、お相手の方もねそろそろ、まあ、あなたにこう会いたくなってきているとかね、関係を元に戻したいと思ってきていらっしゃるのかなというのがですね、まずはこの状況のところから読み取ることができました。で実際に、まあ、この状況のところでもね、なんとなくそのお相手の方が望んでいらっしゃる変化っていうのがね、伝わってきたのかなとは思うんですが、まあ、実際にね、まあ、最初にもお伝えした通りこちらの変化のところを見ていきたいと思います。まあ、その変化というのが、まあ、あなたとの、まあ、いわば関係の修復であったり、まあ、あとは、まあ、ちょっと喧嘩とかね、なんでしょうね、言い争いをしたというのであれば、まあ、いわば和解ですね、であったりわだかまりの解消というものを、変化としてね望んでいらっしゃるのかなというふうに思います。で、まずですねそれぞれのカード見ていくんですが、こちらからお伝えしていきます。Forgive、まあ、これ許しというねカードになっています。まあ、おそらく、まあ、この許しというカードが出ているっていうことは、何かこう、お互いにね、許せないことがあって、二人が離れてしまったのかなと。
というふうに思います。うん。だから今はお相手の方はね、その最初はこう何かこう許せないことがあってあなたからこう離れられたのかもしれないですが、今はねそれをこう受け入れられるようになって考え方が変わってね、もうそのことも許して、あげたいというふうに思っていたり、まあ逆もしっかりですね、あなたに対してもこう何でしょう、こう許してほしいというふうにまあ思っている。だからこの許しがあることで2人がまたこう近づけるのかなと思うんですが、うん、お相手の方の中では、うん、最初はねこうちょっとこう感情的になって許せなかったことはだんだんこう許せるようになってきたと同時に、あなたにもちょっとこう許してほしいなっていうようなね、まあ気持ちも抱いていらっしゃるのかなと。まあもちろんそのお相手の方は何かこう言動とかがきっかけでねこう離れてしまった場合のことなんですけどもね、その時に例えばあなたに対して言ってしまった心ない言葉とか、なんでしょうね、こう行動とかね、うん、まあ、あと急に疎遠になってしまった、なんでしょう、こうちょっとこう裏切るような行為とかね、そういったものをまあ許してほしいなというような気持ちですね、うん、が出てきているっていうことは、やっぱりあなたにもう一度こう歩み寄りたい、っていうですね、うん、そういったことを思っていらっしゃるのかなと。だからまああなたとの和解ですね、わだかまりの解消っていうのをまあ変化としては望んでいらっしゃるんじゃないかなということですね。まあこの許しということからきっかけにと。で次ですね、こちらのカードを見ていきます。はい、このカードは鳩ですね、まあ、白い鳩が描かれていますけどね、鳩のスピリットのカードが出ております。うん、まあ、鳩というのは平和の象徴ね、と言われていますけれどもね、うん、まあ、まさにあなたと何でしょう、こう平和的な和解ですね、うん、なんかこういやいや元にね戻るんじゃなくてね、よりを戻すんじゃなくて、お互いがこう何でしょう、納得した形でね、うん、平和的に、まあ、いわば円満にねもう一度こう関係を修復したい、まあ、円満じゃない状態で仲直りをするっていうのがねまず難しいとは思うんですけれども、まあよりこうなんでしょうね、もう一度こう関係を再スタートするときには平和な状況でね、まあ、お互いが穏やかな心でまあこう関係を再スタートねさせていきたいと。どちらかがこう心にモヤモヤをねこう抱えた状態のまま関係を再スタートするんじゃなくて、お互いが心の中にあるそのなんかこうなんか晴れないモヤモヤとしたものですねをちゃんとこう、まあ、なくすというかね、晴らしてから平和な状態になって、そして関係を再スタートしていきたいということですね。だからあなたとの関係における平和を、まあ、もう一度もたらしたいということですね。うん、まあ、その変化を望んでいるってことは、まあ、これまではねちょっとお二人の関係っていうのは平和とはちょっと言い難かったのかなと、うん、いうふうに思います。はい、で次ですね、こちらのカードを見ていきますが、このカードですね、うん、こちらのカードは実現したい願望というね、カードになっていますけれども、うん、まあ、メッセージがねそういった実現したい願望というカードなんですが、まあこちらのカードですね、まあこうなんでしょう、光、まあ、明かりがねこう差し込んでいて、まあ、ここに何でしょうね、まあ恵みがねもたらされている通り、この豊かさを表現しているというね絵になっています。うん、だからまああなたとの関係もねもう一度この、うん、愛とか優しさとかね思いやりや幸せにね、いろんなものにこう溢れるね、うん、もちろん良い感情ですよ、憎しみとかに溢れてたりそういう意味がないので、良い感情だけでこう溢れるようなね、うん、関係に戻りたいというふうにね思っていらっしゃるということですね。だからすごくうまくいっていた時というのはまさにこういったねすごいいろんな一緒にいることで、まあお互いがねたくさんのものをこうもらえたり、逆にもらえるからこそ与えたりね、いうふうにできていたのかなと思うんですが、その時の状態にねお相手の方また戻りたいと、その戻るというこう変化ですねを望んでいらっしゃるのかなと、関係が復活するということをね望んでいらっしゃるというカードになります。はい、で次ですねこちらのカードになりますが、まあこれはですねちょっとまあまあ変化といえば変化なのかもしれないですが、ちょっとまあメッセージをねお伝えしていくと、appreciate this momentいわばこの瞬間に感謝しているということなんですね。うん、
というのも、もちろんね、うまくいっている時というのはあなたからの愛を感じれたり、優しさを感じれたり、なんでしょうね、幸せを感じれたりね、うまくいっている時はうまくいっている時で、いろんなものを、なんでしょう、受け取ることができたり、いろんなことを学ぶことができたと思います。ですが今はね、ちょっとこう今回のね結果を見るに、おそらくお二人の関係っていうのは、まあ平和とは言い難い状況なんじゃないかっていうふうにお伝えしましたけれども、まあ、もしかしたら離れていらっしゃるかもしれないですし、ちょっとこう関係がね悪くなっていらっしゃる場合もあるとは思うんですが、その時はその時でね、大事なことにこう気づくことができたということで、今のこの状態にもお相手の方は感謝していらっしゃるわけですね。うまくいっている時だけでは気づけなかったことにも気づけた。まあ、例えばあなたと離れることによって、より一層あなたの存在の大きさであったり、自分にとってのあなたという存在、いかにこの重要だったかっていうのをこう気づけたりね、離れたのであれば離れた時にこういろいろね、こう感じることができたり、まあこう芽生えてきた感情にもね気づくことができたりね、そういったいろんな、まあ恋愛としてのこう成長というかね、自分としての成長にもつながるようなものを、まあこう学ばせてもらえたということで、今この瞬間もまあ感謝していらっしゃるということですね。もちろん今の状態がずっと続けばいいというわけではないんですが、そのネガティブに捉えるだけじゃなくて、今この瞬間にも大切なことに気づけたと、あなたとね恋を進めていくために、例えば自分にとって自分に足りないものに気づけたりね、まあ先ほども言ったあなたの存在の重要性に気づけたり、いろんな大切なことに気づけたり、ね、恋をうまく進めていくためには何が必要なのかっていうのにね、気づけたり、まあ、そういったことがあるので、今この瞬間にも感謝していらっしゃるっていうことですね。だから、まあ、これはちょっと変化とは違いますけれども、まあまあ、大きく言えばお相手の方の心の、まあ、変化というか成長でもあるのかなと思うんですけれども、まあ、そういったメッセージのねカードが出ております。はい、まあそういった形でね、まあ関係の修復なり、今が和解なりね、あとは、まあわだかまりの解消っていうですね、それをまあ望んでいらっしゃるということですね。で、じゃあその変化をね、望んでいるっていうのはありましたが、じゃあその変化に向けてね、実際にお相手の方は何か行動を起こしているのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、これ実際にね、まあ下の結果を見た時には、まあ、行動は起こしていらっしゃると思うんですが、そうですね、その起こしている行動に関して言えば、まだね、あなたに直接関わるような行動はまだ起こせていないのかなというふうに思います。先ほどその内面のなんか成長というかね、変化っていうのはありましたが、そういった部分での行動というか、まあ動きっていうのは見せてはいらっしゃるのかなと思うんですね。まあそれぞれのカード見ていきますけれども、まずこちらから見ていきます。はい、このカードですね、こちらのカードリードっていうね、カードになっています。まあリードするということで、まあリードするっていうと、なんかこう自分が先頭に立ってね、誰かをこう引っ張っていくとかね、導いていくっていう意味もね、まあ意味がまあこう先に思いついたりもするかなとは思うんですが、まあこのカードについては、自分のね、その人間関係における自分の役割を理解するっていうね意味でもあるんですね。すなわちあなたとの関係を良い方向に進んでいくためには、自分はどういう役割を担うのがいいのかとかね、担う必要があるのかっていうのを少しずつこう理解されてきたわけですね。まあこれもこの離れてみてそれに気づけたんだと思います。今までは2人でただ一緒にいればそれでいいみたいなね、その自分の役割っていうのをあまり理解せずに、あなたと向き合っていらっしゃったり、あなたとの時間を過ごされていたのかもしれません。それによってもしかしたらこの2人がね、こう離れてしまうような衝突を生んでいたのかなと。で、まあ今回まあ離れたということで、ようやくね、お相手の方はあなたと一緒にね、じゃあこれから愛を育んでいく、関係を良い方向に進めていくために、自分は何をするべきなのか、自分がどんな役割を担うべきなのかっていうのをね、まあようやくこう気づかれた、理解できるようになってきたということを表すカードになります。だからまあその具体的にあなたに対してという行動ではなく、その内面でのまあ動き出しっていうところですね。で、次こちらですね。見ていきますが、ジャガーというカードですね。これは何かこう自分を閉じ込めているところから外に抜け出すっていうね意味のカードになっています。例えば自分をね、そのプライドとかで
まあ、こう凝り固めていてね、素直な気持ちになれていないっていうのであれば、そのプライドを捨てるとかね、うん、まあ、こだわりを捨てるとか、うん、まあ、こう融通が効かない状態からちゃんと人の意見を聞くとかね、今まではもしかしたらあなたの意見というのはもう徹底的にというわけではないかもしれないですが、あまりこう耳に入れないというかね、うん、聞かないようにしていたのかもしれないですが、それをね、そのなんかこう自分をなんかこう取り囲んでいたというかね、うん、こう閉じ込めていたものから、その殻をね破って新しい自分に生まれ変わろうというふうにね思っていらっしゃるっていうカードなので、まあ、これも内面におけるね、まあ、変化ですね。うん、まあ、実際のあなた、なんかこう目に見えるような行動ではないですけれども、まあ、考え方をこう変えてきていらっしゃるということですね。うん、で次ですね、こちらのカードを見ていきます。はい、このカードは追いかけるのではなく引き寄せるというカードになります。うん、まあこのことから、まあ、今はねあなたに対して積極的に何か行動を起こすというよりかは、先ほどもお伝えしたように、まあ、内面での変化っていうのはしていらっしゃると思うんですが、まだねその自分からあなたに対して目に見える行動を起こせるような状況ではない。だからまだお相手の方としては待ちの姿勢ではあるのかなと思います。うん、あなたからの行動が来れば受け止めるけど、まだ自分から行動が起こせないっていうことですね。それはまだその成長している途中だからっていうことですね。変化している途中だから、だからこれが、まあ、いわば完成形になれば、まあ、追いかけるというかね、あなたに対してその本当のこの目に見えるような行動ですね、うん、を起こそうとは思っていらっしゃるんですが、まだその状況ではない。だからあなたからの行動が来れば今は受け止めるけれども、自分からはいけるような状態ではないということですね。うん、まあ、今はということですけどね。うん、で最後こちらですね、ビギニングス、まあ、始まりというカードですね。うん、まあ、これは始まっている、まあ、お相手の方が生まれ変わっているということですね。先ほども新しい自分に生まれ変わろうとしているっていうのがありますけれども、お相手の方が、まあ、人として、まあ、成長しようとしているとかね、まあ、変わろうとしている、まあ、その始まりの今段階にいるよっていうことなので、まあ、これがね、まあ、どんどんこう進んでいって、その成長が進んでいって、まあ、自信につながってね、うん、あなたに対してこう行動を起こせるようにはなっていくのかなと思うんですが、まだその段階にまでは行っていないので、今はちょっとこう受け身な姿勢というかね、待ちの姿勢なのかなというふうに思います。うん、はい、まあ、ということでね、まあ、今回、見させていただいたところで言うと、あなたとの関係の修復、和解、まあ、あとはなんかこうね、ぶつかってしまった原因の解消ですね、を、まあ、変化としてはね望んでいらっしゃるのかなというふうに思います。はい、ということでこちらですね、スライビング、まあ、繁栄というカード、もしくは赤の猫をね、お選びいただいた方のカードをリーディングさせていただきました。今回の動画がね少しでも役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてね、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらですね、アドベンチャーのカード、もしくはね緑の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人が今すぐ望んでいる変化はということでね、まあ、どういう変化を望んでいらっしゃるのかであったりね、あとはその変化に向けて、何かね行動を起こしていらっしゃるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではねこちらのカードが出ました。うん、まあ、今回ですね、カードといたしましては、こちらがお相手の方の状況を表すカード、こちらはお相手の方が、今ね望んでいらっしゃる変化が何なのかということを表すカード、そして下の4枚のカードですね、こちらはその変化に向けて実際に行動を起こしているのかどうかということを表すカードになっております。はい、ではねちょっと出たカードを見させていただいているんですけれども、うん、はい、
ではですね、早速リーディングをしていきたいと思います。はい、ではですね、まずね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、まあ、お相手の方が今望んでいらっしゃるですね、変化というのが、何でしょうね、まあ目指すところとしては、あなたとの関係を進展させていくっていうところなんですけれども、まあそれよりもまずね、まあ何でしょう、あなたとの関係をこう進められなくなっている状況から抜け出すということを今一番望んでいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあちょっとねこのあたり、まあざっくりとした表現にはなっていますけれども、お相手の方がね今、いろんなものと戦っていらっしゃるのかなっていうのが読み取れたんですね。まあ何でしょう、重圧に立ち向かっていらっしゃったり、それこそ結構大きな問題をね抱えていらっしゃって、それとこう何でしょう、向き合っていらっしゃったりね、まあなんかこう一時期はまあ何でしょうね、こうあなたとの関係を諦めそうになるくらいの結構深刻な問題を抱えていらっしゃったと思うんですが、そこでもねなんとかこう気持ちを立て直して、今はその問題に向かって立ち向かっていらっしゃるっていうのが出ているんですね。だからそこをまずは解決するっていうことを一番こう望んでいらっしゃるのかなと思います。でその先にあなたとの関係があるというふうに思っていらっしゃるっていうのが出ているので、まあ、このあたりねそれぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね早速お伝えしていくんですが、まずはこちらから見ていきます。お相手の方の今の状況を表すカードになるんですが、今回出たカードはこちらの3枚です。1つ目、カップの5というカード、そして、ワンドの7、そしてワンドの4のカードになっていますが、まあこちらからね見ていこうと思います。カップの5というカードですね、まあ、これが、まあ、あなたとの、ね、関係をこう一時期はね諦めなくてはいけないのかなというふうに思うくらいの、まあ、大きな問題が、まあ、お相手の方に訪れてしまったということをね表すカードになっています。まあ、ここにねこうカップをガシャンと倒してしまってね落ち込んでいる人がね描かれていますけれども、まあちょっとねお相手の方が周りが見えなかったりね、まあ、あとは感情が高ぶってしまってこのカップを倒してしまった。でも倒れてこぼれてしまった飲み物っていうのはね、まあこう元に戻せないように、まあそういった取り返しのつかない事態を起こしてしまった。それを受けてお相手の方は今どうしたらいいのか、この状況を立て直したのはどうすればいいのかっていうのが分からなくて絶望を感じていらっしゃったり、まあそれこそちょっと諦めの心境になっているっていうことを表すカードになっているんですね。だからあなたとの関係におけるその何かこう取り返しのつかないような、まあ事態をお相手の方が起こしてしまったのか、それとも何かこう2人の直接的な問題ではなく、そういった問題がお相手の方に降りかかったのか、ね、それによってあなたとの関係を一時的にはこう諦めなくてはいけないのかなっていうふうに考える時もあったと。ただ今はですねその絶望に何でしょうね、こう絶望感に押しつぶされているっていうのではなくて、こちらのカードですね、ワンドの7というカードになっていますが、このカードは大事なものを守るために戦うというね意味のカードになっています。まさにここに戦っている一人でね戦っている人がいますが、下からね、まあ、いわば一人に対してたくさんの敵から攻撃を受けているわけですね。だからたくさんの、まあ、敵と戦っていたりね、問題と向き合っていたり、まあ、それこそ数をねまとめてこれが一つの大きな問題っていうことをね表していたりもするんですが、そういったものと今戦っていらっしゃるわけですね。でその戦っている目的というのが、このカードの意味でもお伝えした通り、大事なものを守るため。いわばお相手の方からすると、あなたとの関係がやっぱり大事だからこそ、ここでね、もう諦めて、まあ何でしょうね、もうそこで終わらせるっていうのではなくて、やっぱり失いたくないという気持ちが出てきたからこそ、戦う気持ちが出てきたということですね。で、実際に今、いろんなものと戦っていらっしゃるんだと思います。
まあ、例えばあなたとの関係を、まあ、反対する人とね、戦っていらっしゃったり説得していらっしゃったりね、うん、まあ、そういったことも考えられるでしょうし、まあ、大きな問題が降りかかっているのであればそれをね、うん、解決しようと戦っていらっしゃったりね、うん、とにかくお相手の方としては、まあ、結構ねその自分よりもたくさんの敵や大きなね問題を抱えているので一瞬のこの何でしょうねこう隙も見せられないようなすごいこう緊迫した状況なんだと思います。だから、うん、それでもまあ戦い続けてはいらっしゃるんですがその中でねやっぱりずっとこう緊迫した状況が続くとやっぱり人間ね、まあ、心身ともにこう疲弊してしまう疲れてしまうっていうところがあるので結構ギリギリの状態でねうん、今こう戦っていらっしゃるのかなとかなりこう身を削ってね、うん、戦っていらっしゃるっていうのがこちらのカードから読み取ることができます。でもこの戦い続ける理由というのが、まあ、大事なものを守るためっていうのはありましたけれども次のねこちらのカードワンドの4というカードになっていますがこのカードはほっと一息つくであるとか安心を得るというね意味のカードになっています。まあここで男女がこう出会ってねまあここでまあほっと2人がねこう再会できて、安心を得ているとか安心感を得ていたりねまあほっとあようやく再会できたとね一時はすごいこうもう諦めなくてはいけない状況から再会できたというねまあこの安心を手に入れたいがゆえに今どんな辛い状況であっても戦っているというのがね今お相手の方の状況なのかなと思います。うん。だからあなたとの関係におけるその安心ですねほっとああよかったなとこれでまたあなたとの関係を続けていけるというね状態になるために今必死にねうんまあもしかしたら孤独に戦っていらっしゃるのかもしれないですね一人で。うん。でその中でですね、まあ、望んでいらっしゃる変化っていうのがこの戦いの状況をいわば終わらせたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。もちろんその終わらせるというのは負けて終わるんじゃなくて勝利をつかんで終わらせたいということですね。その変化を今一番望んでいらっしゃるんじゃないかなと思います。うん。まあ、それぞれねカード見ていきますけれどもまずこちらから見ていきます。Try something new、まあ、新しいことに挑戦するということなんですが、まあ、一辺倒なやり方だけでねこう問題の解決であったりそれこそねいろんなものと戦っているっていうわけではなくて本当にもう何でしょうね問題の解決のためならいろんなやり方で試していらっしゃるっていうことですね。うん、一つのやり方にこだわって問題を解決するとかえってやっぱ時間がかかってしまうからそこは臨機応変にねいろんなやり方や考え方を取り入れてうん、方法を取り入れてね問題の解決に向かって、まあ、動いていらっしゃるということですね。だからまあ、いろんな方法を常にこう考えていらっしゃるんだと思います。うんうん、まあ、それこそねただでさえこう先ほどもあった通りね一人で、まあ、数的不利な状況なのでそういった何かこう力技ではねなかなかこう状況を解決できなかったり勝利を収められないのでアイディアで勝負していかなくてはいけない状況なんですね。だからこそいろんなものを今考えてトライしてる考えてトライしてる考えてトライしているというね、うん、その繰り返しなのかなとは思います。うん、で次ですね、こちらのカードを見ていくんですが、タートルスピリットですね、まあ、カメですねタートルというのは、でこのカードが持っている意味というのはそのゆっくり着実に進んでいきましょうということでね、まあ、実際にその亀ですねその海の中のね亀はまあ比較的こうなんでしょうねこう、まあ、早く泳いでいるっていうわけではないですがそんなに遅いイメージはないですよね。まあ、やっぱり陸でいう亀ですね、うん、っていうのはまあこうなんでしょうねウサギと亀のねお話でもあるようにこう一歩一歩こうゆっくり進んでいくようなね、生き物を表していると思うんですが、まあ、そういった形でね仮にまあこの小さな一歩だとしてもねそのこの勝利のためであったりだとかこう安心感を得るために進めることであったら進めていこうということですね。仮にそれがちょっとした一歩でもね、うん、だから着実に着実にその成功に向けてこの安心感を得られるような状況に向けて、ねまあ、いろんな方法を取り入れていたりね挑戦していらっしゃるトライしていらっしゃるということですね。まあ、それを繰り返して状況を良くしていこうとね、
されていると、うん、これも変化のためにね着実に進めようとしていらっしゃるということですね、うん、はい。まあ、だから時間がかかってでも、まあ、あなたとの、まあまあ、こう心休まる時間をねまた手にしたいというふうにはね思っていらっしゃるのかなということですね、うん、で次こちらのカードを見ていくんですが、このカード大天使ミカエルというね、カードになっています。まあ、このカードは、まあ、安全とか安心とかをね、表すカードになっているんですが、うん、まあ、安全安心に関してそのエネルギーを向けているっていうねカードになります。うん、まあ、ここでいう安心とか安全というのは、まあ、いろんな意味があるのかなとは思うんですけれども、まあ一つはね先ほどこのワンドの4のカードでもお伝えしてあなたとの関係における、まあ、安心感安全な状態ですね、うん、誰にも邪魔されなくて2人だけで幸せをこう感じられるようなね、まあ、そういった状況を目指していきたい、その変化を望んでいるということ、あとはまあ、これは変化というわけではないのかもしれないですが、常にねこう緊迫した状況で戦い続けていくためには気持ちが前向きでなければいけないわけですね。ちょっとでも後ろ向きに考えてしまっていたり弱気になると隙を突かれてやられてしまう。だから常に自分の心を安全、まあ、安全というか安定ですね、安定させていらっしゃる、うん、前向きに前向きにね、どんな不利な状況でも諦めない心を保とうとしていらっしゃる。これも変化のためにね、うん、そこは努力していらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、で最後こちらですね、見ていきますが、はい、こちらのカードはですね Get to know each other、まあ、お互いをよく知るというね、カードになっています。まあ何でしょう、ここをね、男女が肩をね、まあ、肩に手を回しながらすごくこう微笑ましくね、うん、まあ、お互い笑顔になりながら過ごしているね様子が描かれていますけれども、うん、まあ、あなたとね、まあ、こう顔を突き合わせてね、まあ、面と向かってこう会えるようなね、まあ、時間というかね空間をまた作りたいと、うん、過ごしたいというふうにねお相手の方は望んでいらっしゃるわけですね。だから最終的なゴールはこういったね二人でまた笑顔になれるような時間を過ごせる、まあ、これがいわばお相手の方にとっては安心を得られるような状態ですね。あなたの表情が分かったり、あなたの気持ちを、まあ、直接ねこう受け取れたり、うん、まあ、お互いのことをもっと知れて、ね、仲が深まっていくというようなね、うん、まあ、そういった状況になるために今戦っていらっしゃるということですね。戦うためにいろんな方法を試していらっしゃったり、少しでも前に進めようとしていらっしゃるということですね。うん、だそれぐらいあなたとの関係のことを大切にしたいと、ね、また前に進めていきたいというふうに思っていらっしゃる。ただ、まあ、望んでいる変化というふうに言えば、この勝利、まあ、こう戦っている状況から早く抜け出したいというふうにね、その変化を求めていらっしゃるのかなと、望んでいらっしゃるのかなということですね。うん、はい、では次ですね、じゃあその変化に向けて実際に行動しているのかっていうことでね、まあここでも、まあ、行動はしているっていうふうにお伝えしたんですけれども、実際にどうなのかっていうのを見ていきたいと思います。うん、まあ結論から言えばね、行動はしていらっしゃるわけなんですが、うん、まずこちらから見ていきます。はい、まずはこちらのカードですね、この Awaiting Results っていうねカードになっています。まあ、結果を待っている状態ですねを表すカードなんですが、これはまあ新しい方法をね次々とこう試していらっしゃるっていうのがあったと思うんですが、それをね、まあ例えば A というプランを試してみて、その結果がどうなのか、でそれがダメだった、じゃあ次は B というプランを試してみてどうなのかって、常にこう、まあ、結果を待っているっていう状態ですね。だからあなたとの、まあ、この安心できる状態を目指してね、いろんな方法を試してその結果を今待っていらっしゃる状況なので、まあ、実際に行動はね、うん、起こしていらっしゃるんじゃないかなというのはこちらのカードからも、まあ、読み取ることができます。うん、で次ですね、こちらを見ていきますが、はい、このカードハンターのね、カードになっています。まあ、カリウドですね、ハンター。でこのハンターというカードはですね、まあ、獲物を求めて、まあ、何でしょう、こう獲物がいる目的地に向かっていくというねカードになっているんですが、獲物っていうと、まあ、今回で言うとお相手の方が手に入れたいものですね、
うん、でお相手の方が手に入れたいものっていうのは何なのかっていうと、このこちらとか、まあ、あとはワンドの4でもお伝えしましたが、あなたとねこうもっともっとこう仲を深められていくような時間空間ですね、うん、それを手にしたいと、そこにめがけて、まあ、目的地に向かっていっているということで、そのために必要な行動を今起こしていろいろトライしているということなので、まあ、これも行動をねちゃんと起こしているよということを表すカードになっています。だからあなたにはその行動をしている部分がもしかしたら見えていないのかもしれないですが、そのあなたが知らない部分、見えていない部分でしっかりと行動をね起こしていらっしゃるんじゃないかなと、うん、いうことを、まあ、このハンターのねカードは伝えてくれています。はい、で、次ですね、こちら見ていきましょう。はい、このカードは感謝のリストというねカードになっています。感謝のリスト、感謝したいことや感謝したい人の感謝したい人物のリストをね、リストっていうか、まあ何でしょう、リストって言ったらまあこう項目というか名簿とかをつけているみたいな意味なんですけれども、まあその感謝のリストというカードですね。これは、要するにあなたに対してね伝えたい気持ちをまだねこう会えるような状況ではもしかしたらないのかもしれません。こう戦っているのでね、けれどもその中であなたとこうまた再会できた時に伝えたい気持ちね、それを今まとめていらっしゃるのかなということですね。うん、あなたに感謝したいことやあなたに伝えたかった本当の気持ちっていうのを今何かこう、まあ実際にねこう紙に書いているわけではないのかもしれないですけれども、それをまあまとめていたりね、整理していらっしゃる、気持ちを整理していらっしゃるっていうねカードになります。うん、で最後こちらですね。はい、このカードはフロー、まあ流れというカードですね。うん、まあ流れるっていうことでもあるんですが、まあこのカードはまあいろんなねちょっと状況によって読み方が変わってくるカードなのかなとは思うんですが、まあ時にはねその流れに身を任すね、自分から何かを行動を起こして状況を切り開いていくというよりかは、今はねその時の流れに身を任せて状況の移り変わりをまあ観察していきなさいよっていうようなね、まあそういったメッセージでもあるんですが、今回で言うならばお相手の方がまたね、まああなたとの関係を進めていくような流れを生み出したいとかね、うん、あとは自分にとって有利な状況、まあ言えばこれも流れですね、流れを作り出したいというふうに思っていらっしゃるというカードですね。うん、だから今回で言うならば自分でその流れをね、作り出したいっていうことですね。その流れを作り出すために今行動、まあ、トライサムスイングニューっていうのもありましたけれども、うん、いろんな方法を今試されているんじゃないかなと、うん、まあ、自分の望んでいる流れというのは、まあ、いわばあなたとの関係をまた進めていけるような流れですね。うん、それを生み出せるように、今必死にねこう努力されているのかなと、少しずつでもね、うん、前に進んでいけるようにいろんな方法を模索されていたり、まあ、思いついたものをすぐにこう挑戦してみてね、何が今の状況を一番解決するのにね、うん、効率的なのか、一番早く解決に向かうのかっていうのをね、うん、日々こう、まあ、研究といったらねあれかもしれないですけれども、うん、試しながらトライアンドエラーですね、うん、前に進んでいらっしゃるのかなということで、まあ下のカードを見てもね、うん、あなたの関係を、まあ、より良くしていく変化を実現するための行動はね、うん、しっかりと、起こしていらっしゃるのかなというふうに思います。はい、まあ、あなたの見えていない部分でね、だから一時は諦めていたけれども今は、ね、気持ちを奮い立たせて頑張っていらっしゃるということですね。はい、はい、ということで、こちらですね、はい、アドベンチャーのカードもしくはこの緑のね、猫をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回はね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思います。そういった方に向けてね、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、最後こちらですね、アクションのカード、もしくは黄色の猫をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人が今すぐ望んでいる変化はということでね、そのお相手の方はどんなね変化を望んでいらっしゃるのか、そしてその変化を、まあ、実現するためにね何か行動を起こしていらっしゃるのかっていうことを、まあ、今回ね見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですねカードといたしましては、こちらがお相手の方の状況を表すカード、そしてこちらは、お相手の方が今望んでいらっしゃる変化が何なのか、そして、最後下のカードはその変化に向けて実際にね行動を起こしていらっしゃるのかどうかっていうのを表すカードになっております。はい、そうですね、まずはね、今回出たカードを見させていただいているんですけれども、はい、ではですね早速リーディングしていこうと思います。はい、でですね、まずね今回出た結果を見させていただいたところで言うと、お相手の方が望んでいる変化っていうのが、まあ、これは変化というふうにね、言えるのかちょっとわからないですけれども、あなたに対していた、あなたに対して抱いていた気持ちを何でしょうね取り戻したいというふうに思っていらっしゃるのかなと思います。というのも今とその取り戻したいというふうに思っていた時期ですね、お相手の方が思っていた時期、まあ、以前とね今ではお相手の方からするとあなたの見え方が変わってしまったわけなんですね、あなたとの関係を続けていく中で、でその変わってしまったっていうのもお相手の方としてはそういう見方で見たくない、まあいわば望んでいない見え方になってしまっているわけですね、お相手の方からすると今のあなたが、だからこそ最初の時にあなたに対していた、あなたに対して抱いていた気持ちであったりその印象であったりをこう取り戻したいっていうですね、そういったね、ものが今回出ております。まあ、このあたりねちょっとこうざっくりとした表現になっているので、まあ、それぞれのねカードを見ながら詳しくお伝えしていこうと思います。まずはお相手の方が、お相手の方の状況をね表すカードから見ていきます。はい、今回出たカードはこちらの3枚です。まず一つ目、ですね、これは女帝というカードの逆位置になっております。もう一つがソードの9、そしてカップの10というねカードになっておりますが、そうですね、まあ順番的にこちらのカードから見ていきましょう。カップの10というカードですね、これはまあ幸福というね、カードになっています。幸福、まあいわば幸せですねを表すカードになっていて、ここにね虹がかかっていますけれども、虹というのがその幸せ幸福を表す象徴となっています。でそしてここに愛するパートナーがいて、まあ、ここに家族みたいなものもいますけどね、まあ、みんなでこの一つの幸せを共有したい、まあ、家族がいない場合もあると思うので、そのパートナーとの幸せな時間幸せな関係を築いていきたいというふうに思っていらっしゃったわけですね、まあ、そこを目指していたと。で、まあ、今回それがまあなたに当たるのかなと、お相手の方からするとね、あなたとの幸せを手にするために幸せな関係を築いていくために関係を持ち始められたんだと思うんですね、だからその何でしょうね、不誠実な理由であなたとの関係を持ち出したっていうのではないと思います。例えばなんかこう自分の欲望を満たすためだけにねあなたとの関係を持ったっていうわけではなくて、本当にあなたとの幸せを手にするために関係を持ち始めたんだと思います。ですがその、まあ、後ほどね見ていきますけれども、あなたとの関係を続けていく中で最初は幸せを目指して関係を続けていったんだけれども、だん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 あなたとの関係に対して悩むことが多くなってきた。このカードはソードの9、思い悩むというカードなんですね。あなたとの関係を続けていく中で幸せを目指していたという気持ちよりも何かこう悩むことの方が多くなった。だからこの悩むことが多くなったせいであなたの見え方が変わってしまった。お相手の方からのあなたの印象が前と今では
変わってしまった。まあ、これも悩んでいるっていうことなので、良い方向に変わったのかっていうとそうではなく、悪い方向に変わってしまった見え方がね、うん、で最終的にこちらのカードを見ていくんですが、このカード女帝というカードになっていますが、今回反対側逆位置で出ております。もともとこの女帝というカードは愛にあふれると、まあ愛とか優しさにあふれるというね意味のカードになっていて、まあそれこそね、まあ、自分と相手がいた時には両思いとか相思相愛とかね、そういったお互いがお互いのことを愛し合っているような状態を表すんですが、まあ、これが逆位置になると、今はお相手の方があなたの見え方が変わってしまったせいで愛することができなくなった。それはこれは何でしょうね、こう愛する気持ちが消えたというよりか、純粋にあなたのことを愛せなくなったっていうのが近いかなと思います。うん、何でしょう、愛する気持ちは持っているんだけれども、それがそのいわば負の感情、良くない感情に押しつぶされてしまっていて、あなたの見え方が悪くなっているってことです。だから完全に愛する気持ちが消えたわけではないんですが、以前と比べたらこう小さくなってしまったり、それこそまあその悩みというものがお相手の方のその感情を支配してね、あなたの見え方を悪くしてしまっているという状況ですね。だから純粋に愛することができなくなった、うん、ということですね、うん、そういった意味で最初にもお伝えした通り、あなたの見え方が変わったのかなというふうに思っていて、まあ後ほどこの変化のところを見ていきますけどね、変お相手の方が今望んでいる変化というのが、その幸せを目指していた頃のあなたに対して抱いていた気持ちとかね、印象を取り戻したい、またあなたのことを純粋に愛せるような状況に戻りたいというふうにね思っていらっしゃるというカードが出ております。まあ、こちらね、見ていきますけれども、うん、まずはこちらのカードからお伝えしていきます。はい、このカードはですね、まあ、好奇心というねカードになっています。うん、まあ、猫がねすごくこうユニコーンに興味を持っている姿がね描かれていますけれども、うん、まさにねあなたに対してもう一度こう興味を持てるようになりたいということですね、うん、愛する気持ちを思い出したいというふうに思っていらっしゃるというカードですね。うん、あなたに対して興味がなくなったっていうわけではないんですが、いわば悩みのせいでね、あなたに対してのその、なんて言うんでしょうね、その興味関心がなくなったっていうわけではなくて、その興味を持てなくなってしまった、うん、っていうのが近いのかなということなんですね。うん、愛する感情がこの幸せを目指していた時にはこう純粋な愛情があったわけですね。でもそこに何でしょうね、こう関係性があなたとの関係に悩むようになったということは、例えばあなたとの関係に対しての苦しさを感じるようになったりね、この愛情という気持ちだけがあったところに苦しさというのが重なってきたり、何でしょう、こうストレスというのも重なってきたり、なんかこういろんな悩みとなる感情が重なってきてしまったせいで、どん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 この愛情が下に下に下になっていってしまった。で気づけばその良くない感情の方の割合が多くなってしまって、あなたに対する興味が持てなくなってしまったということなんです。だからこの余計な感情を取り除いて、またあなたをすごく好きになりたい、うん、心の底から好きになりたい、興味を持ちたいっていう変化を望んでいらっしゃるわけですね。うん、で次こちら見ていきますけれども、ホース、まあこれ馬ですね、馬のスピリットのカードに出ていますけれども、まあ、このカードね、フリーダムイズユアーズっていうねカードになっていますけれども、まあ、あなたはもっとこう自由であっていいっていう意味ではあるんですが、まあ、いわばお相手の方がね自由を求めていらっしゃるっていうことなんですね。でちょっと次のカードと合わせて見ていくんですが、はい、こちらですね、はい、オールタイドアップ、まあこう、なんでしょうね、こう縛られているっていうね、耳動きが取れないという状況を表しているんですね。で実際にここにまあ人が映っていて、まあなんでしょう、こう鶴ですね、鶴のようなものに体をぐるぐるこうね巻きつかれていて、身動きが取れない状況になっている人が描かれているわけなんですが、これがいわゆるお相手の方を悩ませていたのかなと、悩ませていた原因なのかなと思います。すなわちその幸せを目指している
そう、初期段階ではそういうふうには感じていなかったのかもしれないですが、あなたとの関係を続けていく中でね、もしかしたらあなたがお相手の方に求めていたものが、お相手の方にとってはちょっとこう束縛に感じていたり窮屈に感じていたのかもしれません、うん、あなたから求められていたものがお相手の方からすると、まあ、ちょっとこう重かったりね、あとはその求められているものが、まあ、多かったというわけではないのかもしれないですが、それがなんかこう純粋にあなたとの関係を楽しめなくなっていた原因なのかもしれないですね、なんかこう自分が縛られているなとかね、自分がすごくこう制限されているなとかね、自由にこう振る舞えないなっていうふうにね、感じるようになった。だからあなたとの関係に悩まれるようになったのかなと、そこからもう少しね、あなたとの関係は続けていきたいんだけれども、もっとこう自由な関係を求めていらっしゃる、まあ、縛られているっていうふうにね、まあ、お伝えしましたけど、まあ、その何かにこう縛られるんじゃなくて、何かこう、なんかこう枠組みに当てはめるとかね、っていうのではなくて、何かこうもっとフラットな関係でもいいんじゃないかと、楽しく過ごせていけるんだったら、何かこう形にこだわる必要はないんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。例えばよく考えられるのは、あなたがね、お相手の方に対して恋人という関係になりたいと、今までが例えば友達以上恋人未満という関係だった時にね、それが続いていたと、ね、その時にあなたはお相手の方に恋人という関係をになりたいんだと、でもそれがお相手の方としてはその恋人という枠組みに はまるというかね、なんかそこに縛られるっていうのがすごく窮屈で、お相手の方としては別にそういった恋人というね、枠組みにとらわれなくても、今までの関係で2人が楽しかったらそれで良くないかっていうふうに、いいじゃないかっていうふうに思っていらっしゃった。だからそこの考え方の違いで、まあちょっとこう悩むようになったのかなというふうに思います。だからその肩に当てはめる前は本当に純粋にね、あなたと一緒にいて楽しいとか幸せを感じていて、このままね、関係が続いていけば自然とその2人がね幸せな関係を築いていけるだろうなっていうふうに思っていた。ただ時を経ていくにつれて、なんか曖昧な関係が続いていたとすると、あなたとしては何か形が欲しかった。でもその形を求めることがお相手の方にとってはこの身動きが取れないというか、ちょっとこう苦しく感じていた。そのなんでしょうね、こう求めているものの違いが、その純粋に愛せなくなってしまった理由なのかなと、原因なのかなというふうに思います、だからそこさえなければ、あなたのことをまだ愛している気持ちというのは持っていらっしゃるわけで、自由な関係であればまたあなたとの関係を復活させていきたいとか、これからも続けていきたいというふうに思っていらっしゃって、そうなればその幸せを目指していた時に感じていたあなたへの愛情を取り戻せるっていうふうに考えていらっしゃるのかなということですね、で最後こちらのカードを見ていきますが、このカードは The only things that real is love、愛こそ真実だというカードなんですが、ここに何でしょう、こう 木があってね、木の中にこの、地球を見ながら、パートナー2人がね並んでいますけれども、よく見たらね、なんかこう子供みたいな人もいますけれども、いわば2人の理想の関係ですね。ここにも虹がかかっているので、2人が幸せな状態になれるというか、幸せな関係を築いていける。でこれもお相手の方としては、何かに縛られない自由な関係だったら、あなたとこれから先もね、幸せな関係を築いていけるのになと、あなたへの愛を思い出せるのにというふうにね思っていらっしゃるというカードになります、だからちょっと求めているものの違い、2人の関係に対して求めているものの違いが、お相手の方にとってはちょっとこう悩ましい問題になってしまい、あなたをこう純粋に愛せなくなってしまったのかな。ただそこでじゃあもうあなたとの関係を終わらせたいというわけではなくて、やっぱりあなたのことを愛する気持ちをもう一度取り戻したいというふうには思っていらっしゃるわけですね。
うん、だからそこの何でしょうね、こう昔の良かった時の状態、形を求めるんじゃなくて、そういったものを求めずにただただ2人がいる時間を、2人がこう楽しんでいた時間、楽しんでいた時期を取り戻したいというふうに思っていらっしゃるのかなということですね。で実際にじゃあその変化を実現させるために、まあ、この幸せな状況になるためにね、何かこう行動をね起こしていらっしゃるのかっていうと、まあそちら見ていくんですが、まだ行動を起こす前段階なのかなとは思います。まあそれぞれね見ていきますけれども、まずはこちらから。マニフェストっていうカードですね。まあこれ実現するっていうカードなんですが、まあこれはまあ行動というよりかはお相手の方の決意なのかなとは思いますね。うん、まあこのまたあなたと幸せな関係になることを実現していきたいなっていう、まあこう願望を今、まあ持っていらっしゃるというかね、抱いていらっしゃるというカードになります。うん。だからまあまたね、あなたへの愛情や好奇心というのを取り戻してね、幸せな関係を築いていけたらなというふうなことをね、まあ、心の中ではこう描いていらっしゃるということですね。まだ具体的な行動は起こしていないけれども、心の中で思っていらっしゃるということですね。で次ですね、こちらのカードですね、ルミナスウォーリア、光の戦士というカードになります。まあ、このカードはまあこのね、真ん中に映っている人が、まあ、戦士なわけなんですけれども、この戦士は、まあ、武器もね何も持っていないわけですね。すなわちこれ、まあ、戦士ではあるんですが、敵を作りたくないとか誰も傷つけたくないっていうふうに思っているというカードなんですね。だから、まあ、あなたとはもう一度関係を再開させていきたいし、その時にあなたを、まあ、傷つけたくないと、いうふうに思っていらっしゃるということですね。もしかしたらその考えの違いがこう出てきた時にあなたをね、もしかしたら傷つけてしまったのかもしれないですね。だから次もう一度関係が再開できる時はもうあなたを傷つけたくない、あなたとは敵対視したくない、平和的にね関係を築いていきたいというふうに思っていらっしゃるという感じですね。だからこれもまだ思っているっていう段階なので、実際の行動というものに関しては起こしてはいらっしゃらないのかなということですね。で次こちらですね、このカードは、まあ、意味としてはですね、助けを求め受け取る勇気を持つということですね。まあ受け止める勇気なのかなとは思うんですけれども、まあここで言うとお相手の方としては、まあ、あなたとの関係はね、こう何かにこう形にこだわるんじゃなくて、縛られない自由な関係を、まあ、求めていらっしゃる。でもあなたとしてはもしかしたらその形を求めていらっしゃるのかもしれないですが、まあ、その違いがある中でね、もう一度やっぱ関係を復活させるためには何かこう折り合いをつけなければいけないわけですね。そのためにあなたの考えもね、全ては受け入れられないかもしれないけれども、受け止める、受け入れる、まあ、勇気を持つというかね、受け止めなくては関係の復活は難しいだろうなっていうことで、何かこう受け止められる部分は受け止めていきたいなっていうふうに思っていらっしゃるというカードですね。で最終的にはまあこちらですね、ヒーリング、まあ癒しとかね、回復するっていうカードになりますが、まああなたとの関係を回復させていく、まあ、修復させていくっていうのもそうですし、まあ、あとは あなたへの愛情をね、まあ、取り戻すというか、そういった意味でこう、ちょっとねこう愛情がまあ何でしょうね、こう少なくなってしまったものをもう一度こう回復させていく、まあ、元に戻していくということですね。あなたに対して抱いていた良い感情をねもう一度こう回復させていく、まあ、蘇らせていきたいということですね。まあ、やっぱそういうふうにまあ思っていらっしゃるので、まだ具体的な行動を何か起こしているとか、その準備をね進めていらっしゃるっていうわけではないんですが、まあやはりお相手の方の中では一度ね幸せを目指した相手なので、まああなたがね、まあこう簡単にはまあ諦めたくない、ちょっとこう求めているものは違ったけれども、なんとかこうねお互いが納得できるような形でもう一度ね関係を再構築できるようになれたらなと、まあ、その変化をね今望んでいらっしゃるんじゃないかなというのが、まあ、今回のね、まあ、結果からは読み取ることができたので、まあ、これからね何かこう今、
その行動を起こそうと思っているっていう段階に来ているので、何かね少しずつではあるかもしれないですが、うん、まあ、あなたに対して例えば歩み寄ってきてくれたりアプローチをしてきてくれたりね、されるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで最後こちらですね、アクションのカードをですね、もしくは黄色の猫をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回はね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談できないこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてね、現在個人鑑定を行っておりますので、もしね興味がある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。